綾野選手さん、何ですかトリッピーさん、診断のタッグオールスターズで、はい、一番最強のカード、そのデッキはなんとですね、はい、こいつですよ、ヨアシ。おい名前負けじゃねえかこいつ、ヨアシは H130 しかないけどいやこいつね、うん、本当にね、俺ね結構 SR も HR も当たって、うん、へこんでいたんですけど、うん、実際デッキ作ってみたら、うん、こいつまあ一人ではヨアシかもしんないけど、うん、集まれば強しじゃないか、集まれば強し集まれば強しになると、はい、みんなということで、綾野先生さん、はい、対戦よろしくお願いします。おい、これ出していいか、お前からもらった最強的。そうやな、それね、なんだかんだね、うん、今回は勝てない気がするでも勝てたら本当に強いってことだから、勝てるんだろうな、勝てたらマジ強しだもんな、マジで勝てたら任せよう、俺こいつのこと草薙デッキって呼んでくれ、草薙デッキするわ、じゃあ勝てたら草薙デッキ、まあ、慣れないよお前は、せーの、決めに行けた、決めに行けた、よし、えぇ、やばい、食っちまえよあんな魚、あんな泥いやー、まあ、なんとかしてやるよ、ダート自身使います、2枚見て、お、ちょっと待ってね、どっちにしよっかな、リーリー落とすわ、リーリー落とす、リーリー落とすわ、苦渋の決断だったよな、苦渋の決断、ハンドがね少なくできないなっていう判断に基づいてそうなりました、ミスったら、じゃあポケギア 3.0 使います、1,2,3,4,5,6,7 枚、7枚見て、その中にあるサポート対象ありませね、対象ありませね、はい、じゃあ弱しに水エネルギーをつけますと、はい、シロナ使います、手札を交換しに行くと、そう、あんまりね良くなかったね、ボール系がなかったな、弱しだな、弱しだった、手札弱し、弱し、弱しよし、よし、タイド回んねんだよそのデッキはよやばいぜ、回んねんだよどうせよ、おめえの構築力じゃよネストボール、ネストボール、オッケー、ベベノム君をマークを出す、了解だ、そして、そして、そして、このエネルギー張るよ、はい、ミステリートレジャー、オッケーだ、ミステリートレジャー、巨大なかまど、お、かまどを落としちゃっていいの、落としちゃっていいんですよ、落としちゃっていいの、大丈夫なんですよ、本当かよ、どんだけ手札いんだよお前、アーゴ4持ってくるよ、はい、オッケーだ、アーゴ4持ってきて、かまどがあります、あ、なるほどそういうことか、はい、かまどがあります、了解だ、リーリー、はい、オッケー、強いな、強すぎ、強いな、回りすぎ、強いな、まあ、初手リーリー本当強いからな、はい、ベベノム君2体目、はい、強い、はい、おー、ワッピ、はい、オッケー、俺の体いきます、ドロー、オッケーだ、弱しに水エネルギー張っちゃうぜ、こだわりハチマキつける、フィールドブロワー、わー、フィールドブロワー、かまど、さらに弱しジェックス出して、リレー使いますと、ハンド1枚なんで5枚いけます、あ、悪くない、無駄だね、せせらぎの丘張ります、ね、せせらぎの丘張るんで、はい、弱しちゃん、いいのか、せせらぎの丘を出して、俺が水ポケモン入れてたらどうなると思ってるんだじゃあここで弱し GX の魚群ストームです、魚群ストーム、はい、自分の場の弱し GX を含む弱しの数 ×20、 何 ?1,2,3,4,80 結構強いじゃねえか、いやで、こだわり鉢巻きで110なんだけど、この弱しの効果だ、はい、このポケモンがいる限り自分の弱し GX 全員は最大 HP が20大きくなる、150になって相手のバトルポケモンのダメージはプラス20、何つまりここで130のダメージ、何だと、お前ふざけるなよお前ふざけるなよ、ほらお前弱しのくせに、知ってるか、次のターンこれレシゼクもう一体すすらぎの丘で弱しできたらさらに軽く当たって馬鹿倒せるからな、バカだ、倒せるからな、そんな急がないと、やばい、急いで準備しないとやばいから、やばいな、クソやばいな、だから甘く見てもらって困るぞ、確かにね、ここでやられそうなんだよな、はい、そしてここに手張りちゃん、お、手張りしちゃう、はい、しちゃうよ、それそうかしちゃうよ、打てないもん、ミステリートレジャー、デデンデ、さらばデデンデ、お、デデンデ落としちゃうの、デデンデ落としちゃうんですよ、なるほど、アーゴヨ持ってきまー、あー、エレ2枚落としたら俺もよし死ぬのか、すげえなやっぱり、ハイパーボール、ハイパーボール、ハイパーボール、なるほど、この絵でまず落とす、はい、落とす、2体目OK です、レシゼク持ってきたやつ出します、はい、デデンデ、あ、なるほど、2体目、そういうことか、いけるわ、弾けんだよな、あ、これは強いわ、強いな、これで俺がエネと、ミステリートレジャーとエネがあったらね、そうだぞ、落とせれば強いぞ、あ、ちょっと待ってください、これ、うわー、ちょっと待ってください、これ、時が止まりやつが、トラッシュできるじゃないですか、これ
あー、エネトラッシュが最強じゃん。これ何が起こるの？エネ持ってこれる。エネ持ってこれるんですか？エネ持ってこれすいませんね。強っ。すいませんね。最強、あー、コミナージュ一番強いムーブじゃん、それ。強いっすね。一番強強ムーブじゃん。すいませんね、ヨワシさん。じゃあ、あの、チャージアップ で、で、自分の、トラッシュにあるエネルギー2枚落とせたんで。はい、こっち飛んでくる。やばやばはい、はい、はい、ライエン無双ライエン無双、はい、2枚自分のベンチポケモンの炎か、ガイネレネギトラッシュかける90 180 180。こっちは2枚、イワシは今150なんで気絶です。すげえなこのデッキ。やばいやばい、ぶっ壊れてんな。やばいな、はい、さよなら強し。やばいぜこれは。じゃあ俺は出すのはイワシ2枚引くぜ。はい、オッケー。俺のターンドロー。オッケー。ダート自転車使います。見ます。あ、なるほど。お前所詮ジャニーズにはなれないんだよ。じゃあハイパーボール落とします。ヨワシ出します。せせらぎの丘に張り替え。なるほど、はい、張り替えます。そのまま使うよ。持ってくるのはヨワシちゃん持ってきます。ヨワシがいっぱい来ると体力と火力がどんどん上がるってやつか。それそういうことだ。なんてことだ。アクアパッチで基本水エネルギーをヨワシにベンチポケモンに使います。さらにここでイワシにつけます。なるほど、はい、やばいな。じゃあグズマ使います。グズマ、いやね、本当はねこいつやりたかったんだけどね。これ開始のターンで火力が飛んでくるの怖いから。アーゴヨン、アーゴヨンだ。当たり前だお前、はい。で俺はこれでイワシを出します。やめろお前。なんとこのイワシさん、何を過ぎたお前。魚群ストーム使えるんだけど、火力がイワシの数 1,2,3,4,5,100 点。すごい。プラスこのイワシのおかげで相手のバトルポケモンのダメージはプラス20されてます。20かける3プラス20 で60で160点。160点倒します。160点。1枚になります。バカげてるぜ。でしかもあれだからね、今ヒットポイント130じゃなくてプラス20上げてるから60上がってるから今190 190。ああレシゼクでもやばいじゃねえか。3枚いけない。おい、190は3枚いるからエネルギー2枚じゃ倒せない。おい、あ、今逃げたな。お前今お前逃げたな。次のターン、イワシの前に俺が逃げることなどない。そんなことありえない。ねえんだよ。あ、何、そういうことか。それはめんどくせえ。おめえ出てこい。あ、これでいいの。おめえ出てこい。あ、いいや、そいつ、いや、待って、こいつにするわ。え、本当に？オッケー、いいよ。どうすこいつ逃げないだろ。あ、そういうことか。倒せないってことを踏んでか。そういうことで、はい、そういうことか。よいしょ。なるほどね。はいはいはい。困りましたね。あ、それは困るだろうな。アーゴがいなくなったんだな。チャージアップ。チャージアップ。90点しか出ないぞ。まだだ。あ、なるほど。あります。180点出る。あります。ただこいつのヒットポイントはまさかの130ではなく20-20-20で上がっているので190。それでも俺はやらねばならない。お、え、あれやるんすか。やるんすか。ライエン無双。はい、ライエン無双。倒せなかったな。倒せなかったみたいだな、お前。よいしょよいしょ。そいつが死ねば。いきます。はい、俺のドロー。はい、じゃあせせらぎの丘使います。出します。えい、よし、お前弱しごときにお前何ができるってんだよ。グズマ使え。やめろー、アーゴよ。やめろー、アーゴよ。アーゴよ、何ができるってんだよ。はい、でこれで、魚群ストーン使います。 1,2,3,4,5,6 の120点のプラス140 140 160 180 200点。あ、強っ。あ、しかも何よりね、普通の火力じゃなくてアーゴヨン駆られてるのが辛いっしょ。お前火力が出ないじゃねえか。火力出ないって技受けないから。お前ふざけるんじゃねえぞお前。ちゃんとレシゼクの倒し方分かってんだよ。グーズマ。お、なるほど、オッケー。おめえだ、とりあえずおめえだ。とりあえずおめえだ。とりあえずこいつか。オッケー、とりあえずおめえだ。カブコケット。オッケーオッケー、そういうことか。カブコケット、はい、先陣の前でベンチに雷エネルギー2枚つける。1匹ずつだけど、はい、トラッシュからだよね。トラッシュから、はい、はい、で、全面つけますと。1枚ずつだね、1個。はい、そういうことね。はいはいはい、これね、はい、エネルギー付け替え。お、なるほど。いや、これでいい。こうします。こう、ごめん、これで出して、はい、リリエ。オッケー、なるほどね。今2枚俺引いたら
4枚も引いたら、はい、打開策が来ちゃうと。え、大丈夫です。来ましたか。え、大丈夫だ。来たんすか。大丈夫だ。あとエネルギーつけがさ、デデンデにつけないんだけど、レシ先につけた方が良かったんだね。うるせえ、どうせトラッシュ、いや、トラッシュいねえのか。トラッシュ一緒だから、こっちでいいよ。デデンデをこっちにつけた方が絶対いいから。うるせえ。絶対こっちの方がいいよ。うるせえ、うるせえんだよ、はい、ほら、なんすよ。俺はもうネストボールですね。なるほど、ネストボール、デベノも持ってきて。あ、まあ、立てないと。挽回しないと。挽回しないとね。まずいんでね。はい、殴るか。オッケー。1枚で足りないか。足りる、足りる。あと10だから。はい。え、上がってんじゃないの。上がってるけど、上がってるけど、あと10なのか。ザコメ、ダイエン無双、90だ。オッケー、いけます。優勝。よし、90点でやられ。じゃあ俺はそうだな、前に。よし、前です。こいつどこまで。だからこいつやられたら俺もね、技、そうだな、殴りがすぐいなくなるからね、止まるんだよな。そいつさえ倒せれば頑張らないと。はい、じゃあ引けるよ。はい、2枚。はい、え、つか、そこは2体目やられたのか。そうだぞ、やばいな、あと1体。こいつやられたら、こいつやられたらもう普通に負けか。オッケー、じゃあ行きます。俺のターン、ドロー。だから随分と手間取らせてくれたな。よし、はい、じゃあ魚群ストーム使います。ここで陽子の数 1,2,3,4,5 で、これで100点で、この子、現地集合の子が 1,2,3,4,80 プラス180点。つえー、さあ、3枚取りだ。おい、3枚取りさせていただく。やばいな。ここで、ここでどうにかこいつを取れねえと。ただここで負ける可能性あるか。お前、そいつさえ取れれば。負けそう、普通に。そいつさえ取れれば普通に負けそう。はい、行くぞ、ドロー。いい、オッケーだ。行くぞ、ドロー。足りないのか。いや、足りないのか、エネルギーが。そんなことないだろ、はい、あ、そんなことないやろ。エネルギーが足りないのか。足りないんじゃないの。でもあいつ270も出ないからな。あ、確かに、そこな。270も出ないから、そこな、そこなんですよ。次のターン、お前を殺しに行くぞ。やばい。私が持ってくるのはベベノム。ベベノムちゃん、はい、オッケー。チャージアップ、チャージアップ、はい、チャージアップ、チャキーン。つきます、トラッシュから。はい、オッケー。ライエン無双、ライエン無双、ライエン無双。90点だ。90点。ちなみに今俺のこいつのヒットポイントは210。は210高え。だからあと2枚かな、ライエン無双だったら。必ずや、終わらせてやろう。オッケーだ、終了だ。じゃあ俺は行きます。俺のターン、ドロー。やべ、よし、ただやべ、恐るべき力だ。よし、ただやべえんだよな。びっくりさせやがって、てめえ。せせらぎの丘使います。ビビらせやがって、はい、この野郎。よし、一応出てくるんだな、よしが。何、さっきはね、もしかしたらテテフが来るかもしれないと思って、さっきのターンはせせらぎの丘使わなかった。なるほど、完璧な場だ。テテフもしかしたらここかもしんね。それか俺デッキに対応してなかったから、どっちかだな。でもってここね、俺ね、テテフがあったらね、グズまで勝ってたんだけどね。それがね、怖いな、ないんだよね。おお、怖い怖い。アクアパッチ使います。アクアパッチで、ここに水エネルギーをつけて、そのまま、ヨアシ GX に手張りします。はい、で、逃げ、一気に使って逃げます。何？何？はい、何？お前ふざけんなよ。当たり前だよ、お前。こういうプレイングがないとな、こういうプレイングがないと勝てねえんだよ。ふざけんなよ。OK、じゃあここで、イワシ GX の魚群ストーム 1,2,3,4,5,6 の120点プラス 80?200?200 点。あと70だよ、お前は。嘘やろ、お前。ダイノです。お前、ありえない。そんなことありえない。ドロー。届かないのか。HP は何なんだ。HP は、1,2,3,80足してるから210。3枚いってる。なんだと。なんだと。戻れ。あいつ、どうしようもねえな。アーゴ4チャージアップ。アーゴ4チャージアップ。はい、よくぞそこまで座った、ヨアシ GX。褒美を取らす。はい、ライエン無双190点。180。はい、あ、そうか、180点。はい、いい、よくぞ倒せませんでした。褒美を取らす。俺のターン、ドローだ。はい、じゃあ俺はここで魚群スタンプ200点。うわー、これが睡眠の力だよ。草薙くんデッキだ、お前。今日からこれ草薙くんデッキだよ。草薙くんデッキ、草薙強しデッキだよ。草薙、こいつはイワシじゃねえ、強しだ。
そしてマヒロもね、強え。やったあのポケモン博士が組んだ最強デッキが。ということで、いや俺マジ勝てると思ってなかったけど、なんかいい勝負したね。いい勝負だった。ということで、強かったな、今回は、まあ、イワシ GX で、まあ、大量に。ただね、このデッキね、まあ、シンプルにね、あのまあそのデッキだったら無理だったけど、こいつヒットメイト30でベンチだから。なるほどね。ばらまかれたら一瞬で死ぬ。そういうことね。ばらまかれたらマジ一瞬で死ぬから、でもってたらまあミュートが入れた、ミュートがさ、うん、それこそゴーリキーとかベンチバリア入れたらいいんだけど、うん、まあ圧縮しちゃうから、うん、空の柱とかになるのかな、うん、まあまあそんな感じのデッキでございました。強かったー、よしいやーよかった、ジャニーズ強いわ、ジャニーズだったな、ジャニーズ強いわ、これ完全にジャニーズだな、負けたわ、普通に勝ったわ、負けた普通に勝ったわ